いじめが起きていたのは兵庫県の尼崎市立尼崎創成高校。尼崎市の教育委員会は第三者委員会による調査を始めたと明らかにしました。教育委員会によると現在2年の男子生徒は去年の2月にいじめを受けていると学校に相談しました。男子生徒は YouTube の動画で部活動で部員から乱暴な振る舞いをされ机への落書きや誹謗中傷などを受けたと話しています。学校側は去年の4月にいじめと認知して対応し教育委員会も面談をしました。男子生徒は2学期以降登校できなくなりました。いじめの問題は一向に改善されず学校に不信感を抱いていた男子生徒は去年12月 YouTuber の超無課金こと石田健一さんに相談。石田さんはいじめの問題を解決しようと男子生徒の保護者の委任状を手にして2人で学校を訪ねます。1日でも早く学校に行かせるというのが本来の教師のやるべき目的じゃないんでしょうか。それをなぜこの今日たまたま僕が来て今日たまたま話になると思うんですけど今日解決することじゃないですよね。相手の保護者の方で加害者の方で君の保護者の方で喋るってことはもうされてるんですか。してないですね。ですよね。おかしくないですか。おかしいという観点はどこですか。男子生徒は今も学校に通えていません。事態を重く見た尼崎市教育委員会は今月22日、大学の教授や医師などからなる第三者委員会を設置し、調査を始めました。で彼は学校や市教委ではなくて、YouTuber にしか頼らざるを得なかった。そういった状況に追い込んでしまっていた。申し訳なかったなと思います。もっと彼に寄り添った対応をしていくべきだったかなと思います。動画を作成した YouTuber の超無課金こと石田健一さんは、関西テレビの取材に応じました。ユーチューバーにしか頼らざるを得なかったって発言をされてて、いや、それって違うよね。頼った挙句僕のとこに来てるから、よくそんな軽い発言ができたって思いますね。さらに多くの人が目にする YouTube に動画を投稿した理由については。近くにそうやって支えてくれる人がいるってことを知ってほしくて、これ僕だから動けたことじゃないんですよね。絶対にいろんな人でも動いてくれる人って確実にいるんですよ。なのでそれを少しでも知ってもらいたいっていうのを思って僕は今回動画を投稿させてもらいました。今回の動画を投稿したことで同じ高校に通っていた女子生徒からもいじめに遭い今年1月に退学したことを打ち明けられました。退学したのは動画が投稿される3日前のことでした。普通の高校生活を送りたかっただけの生徒が退学になって、ね、人一倍悔しい思いをして、悲しい思いをして、辛い思いをして、やっていかなきゃいけないんだって。尼崎市の教育委員会は、この女子生徒のいじめについても重大事態と認定し、男子生徒の事実と合わせ、事案と合わせて、第三者委員会で調査していて、夏頃に報告書をまとめる方針です。